第二スタジオで IR コーナーをお送りいたしますゲストをお迎えしています FP パートナー代表取締役社長黒木すのむさんにおいでいただきました<あ>黒木さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、先週の金曜日に中間決算ご発表になりました、はい、私たちにとっては結構サプライズな内容がいろいろ盛りだくさんな決算発表だったんですけども アナリストの方にお集まりいただいてちょうどあの日、えー、説明会をなさってましたすね。はい、そのちょっとビデオがありますのでちょっと映しながら見ながらお話を伺っていきたいと思いいまますすでごござざありがとうございます。 あのまあ決算数字もあのこれまでの予想を上回っていわゆる上振れ着地ということになりましたですよね。そうですね。ねもう創業以来の最高の上期を迎えてですね。ええー、かなり上振れをしたものでええ通期もええー、情報修正をさせていただくことになりました。ええー、は情報修正。さらにその情報修正と業績見通しの情報修正と合わせてええー、今期の配当金のはい 計画も情報修正そうですね。えー、あのもう配当金もですね。えー、できるだけ株主還元をし長期的にしていこうという形でございますので、一株あたりもかなり上げてですね、えー、配当成功も上げさせていただきました。あ、そうですね。はい、そこら辺の狙いものちどお伺いしたいと思いますが、はい、まず足元のお話から伺っていきたいと思います。はい。えー、スライドをちょっと出していただきましょうかね。はい。 今回の23年11月期第2四半期、はい、その決算、まあ、どんな内容だったかっご、はい、ご説明いただけますか、はいえー、3つのポイントでお話をさせていただいて、2023年11月期上期実績は、はいまあ、貯蓄投資制の商品が販売好調だったために、<お>大幅な増収増益をいたしました。はい、そして 当社の肝である営業職員のは過去最高の採用数純、はい、増数を記録させていただきました。うん、それに伴い新規契約新規顧客も順調に増加しております。2>, うん、2つ目が2023年11月期、はい、通期見通し。先ほど申した通り、うん、上期の好調な業績を受け通期予想も上方修正させていただきました。はい、3番目が配当還元でございます。はい 配当の方も、えー、情報修正をさせていただいて、はいえー、増配を決定いたしました。はい、わかりました。その辺をですね、ジュンオーお話しいただきたいと思います、はい。ありがとうございます。それでははいね、えー、数字の方のですね、マクロのお話からいただきたいと思います。はいはいえー、当社2023年11月期第2四半期の業績ハイライトを対上期業績予想進捗率でご確認ください。 売上高は145億7600万進捗率は101.4%でございます営業利益率は26億9400万進捗率116.1%何といっても営業利益率が18.5%に改善をしております経常利益につきましても27億7700万は119.1% 純利益も17億900万は進捗率118.2%という好結果をもたらしました。ああ 今のお話にありました営業利益率が計画の16.1%を上回って18.5%までいった、はい、これはもう儲かるような体質になってきたととといいううことですすねあ,ありがとうございます<え> 2>, 2年前から<え>やっぱ営業利益率の向上に会社として取り組んでまいりまして<え>徐々に結果が出始めた結果でございますので非常に嬉しく思っております。そうですね、はい それは大事なことなんだろうと思います。はい、そしてより具体的に数字をですね、はい、営業社員の数確かにすごい伸びになってきてますね。はいはいあのこちらがですね営業社員数と採用数でございます。過去2年半の四半期ごとの採用数でございます。はい、今回の第二四半期の決算の非常に重要なポイントでございまして、はい、営業職員数の採用と順増でございます。うん 3月に創設した人材開発室と上場効果もあり第2四半期の採用は過去最高を大きく上回る175名の採用ができました、はい、上期通算でも301名上期の順増は152名順増し昨年1年間の順増をわずか半年間で同数の順増をしております。うん、はい分かりました、えー、そしたそて、えー、契約数の推移 はいです、ねあ、お客さんの数。こちらですね、えー、当社の重要な KPI でございます。保有顧客数の四半期ごとでございます、えー。スライド右の部分をご確認ください。えー、第二四半期におきましては、通算で五十四万六千八百六十八人ものお客様にご契約を今、いただいております。一年間の前年同期比に関しましても。 わずか一年ではございますが、八万四千六百六十五人、えー、前年比十八点八三パーセントも伸びているような形でございます。うんえー、そして、えー、契約数ですね。はい。それに伴いですね、えー、こちらも保有契約件数も順調に右肩上がりで伸びております。うん、スライド右の部分をご確認ください。百三十二万三千二百八十二件が当社の保有契約数でございます。うん この1年間で24 22.9%万6,936件全体ののも増加をしております、うん、この保有契約件数は当社のストック収入え継続手当に対する重要な指標だけではなく、うん、今後お客様のライフサイクルの変化や、うん、保険の新商品の販売金利の上昇等でまた新契約に変わるという重要な指標でございますのでぜひご確認くださいませ。 前に出てました、ほ、ほあのー、顧客数の伸び以上に、契約数の伸びが。高くなっていると。いそれは大事ですね。あのー、契約成就とも、成就もありですね。ねかなり、この保有契約件数は大きく伸びております。ね、将来への期待が大でございます。はい、えー、そして、あのー、保険料手数料収入です、ね。はい。 はいこちらですね<っ>2020年の11月から2023年の第二四半期までの四半期ごとの生命保険手数料の推移でございます。まあ、見てお分かりの通り、はい、まさに右肩上がりでございます特にですね<っ>2022年昨年度の第一四半期からは前四半期ごとに過去最高を塗り替えるようなですねかなり<っ>あの大きく成長してきております。 まあ当社は十四期目になるんですが、あ,あ,あのかなり成長期に昨期から大きく入ったのではないかなと予想される推移の表でございます。ああ成長期入りというのは、そうですね。<や>ありがとうございます。この過半期の推移から読み取れると、はい、そうですね。ということですね。はい。まあ、えー、そ その上半期の好調を受けて通期の予想、はい、業績予想を増額修正になりました。はいはい、そうですね。ねあの今回ですね、えー、上期の好業績を踏まえですね、えー、通期の業績予想の情報修正を発表させていただきました。上期は、えー、業績予想の進捗率が101.4%でございます。下期も通期においてですね当初の予定通り大きく成長すると考えております。うん マネードクタープレミアムの店舗や契約成就などの利益率の高い新規契約が増加し自社集客の単独案件も増加しております、うん、そして今期から始まった新たなビジネスとして高収益事業である広告業、うん、教育業が開始され利益率が大幅に改善されました、うんうん、そのためにスライド左の下の部分をご確認ください、はい、営業利益率でございますが 当初予想44億1300万から10億9700万、前年あ、対通期予想24.9%増加し、55億1000万でございます。はいはい、なんといっても、当期純利益も27億4900万から10億3000万増やし、プラス37.5%は37億7900万の大幅な情報修正をさせていただきました。 純利益の方の増額修正幅が率が高いですよね。そうですね。ねその方がはい、はいえー。それをこちらの方の数字で、えー、はいですね。改めて整理してありますこちらはい。こちらですね。損、はい、益計算によって少し数字をご確認くださいませ。はい、売上高に関しましては二百九十九億七千三百万は前期比十七点一パーセント。前回予想からは五億七千六百万も増加しております。 営業利益につきましても55億1000万は前期比44.1%、10億9700万増加でございます。当期準利益も37億7900万は前期比59.7%も10億3000万の増加でございます。一株当たりも164円34銭、42.9%プラスをしております。 その通期見通しを増額修正なさってなおかつ配当金の計画も増額なさったはい、はいはい、ありがとうございますこちらになりますね、はい、こちらですね業績予想の情報修正を踏まえさらなる利益の還元が可能と判断いたしました事業拡大の基盤となる保有顧客数と保有契約件数が順調に拡大、うん、業績が堅調に推移 そして第一四半期は売上利益とも過去最高を計上させてもらいましたその結果先ほど申した上期301名純増数152名は上期というよりは下期および来期への順調な売上利益の貢献が見込まれますその事業の成長が継続はさらなる利益還元はできると判断いたしました 4月に今期、勝敗しますというご発表をなさいまして、はい、まあその時は50円という計果でしたけども、はい、それを75円いですね、はい、ありがとうございますあのこの結果ですね純<え>、まあ、利益の上乗せ等もありましたので50円を大幅に増額し 1>, <え>70 1株当たり75円の配当にさせていただくという変更をいたします。うん なおかつ、通期の長期的継続的な株主還元を目指すために、はい、配当の基本方針を45%配当成功を45%にさせていただくという判断を行いました、うん、株主の皆様への利益還元の姿勢を明確にしより積極的な利益還元を実施をいたします。うんあの まあ、配当金額のそのものの増額増配というのは大事なことなんですけども、はい、その背景に配当成功基準を引き上げるという、はい、そういうふうな変更があったということは大事ですよね。今期だけじゃなくて来期以降も引きずるものですからね。はい あのー、こちらですねあの、一過性のものではなく、えええー、オーガニックな成長と考えており、はい、できるだけやっぱ株主還元の姿勢を明確化し、はい、長期継続的な株主還元を行っていく予定でございます。あ 業績そのものも成長期に入っている。はい、そうです、ね、でなおかつ業態としては安定して成長が期待できる業態ではあるんですよね。そうですね。ねあの非常にやっぱ安定した業態でありながら、えー、大きな成長が成長最近できるようになりましたので、えーえー、あの株主還元を行いたいと思います。<ー>はい。まあ株主への還元分配も強化していくという、はい、そういう姿勢でいらっしゃると。ありがとうございますね。わかりました、えー。本日の I.R. コーナー。 FP パートナー代表取締役社長黒木ストムさんにおいでいただきました黒木さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました